ケイシー・デラクアは、オーストラリア・パース出身の女子プロテニス選手。2011年の全仏オープン混合ダブルスで、スコット・リップスキーとペアを組んで優勝した。四大大会女子ダブルスの準優勝も7回ある。身長165センチメートル、体重66キログラムの小柄な体格で、左利きの選手。WTA ツアーでダブルス7勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス3位。デラクアは7歳からテニスを始め、2003年、全豪オープンジュニア女子ダブルスで優勝した。2003年から2007年までは、全豪オープンで地元選手としての主催者推薦を受けながらも1回戦敗退が続き、2006年の全豪1回戦で第1シードのリンゼイ・ダベンポートに当たったこともある。2007年全仏オープンで、彼女は初めて全豪以外の4大大会に初出場し、同年の全米オープンで1回戦を突破した。この大会では2回戦で第2シードのマリア・シャラポワに敗退している。この後ジャパンオープンにも出場し、サニア・ミルザとの2回戦まで進んだ。デラクアは2008年、シングルスダブルスともに目覚ましい躍進を遂げた。全豪オープンでは2回戦で、第15シードのパティ・シュナイダー、3回戦で第18シードのアメリ・モレスモに勝ち、2人のシード選手を連覇して初の4回戦進出を果たした。4回戦では第3シードのエレナ・ヤンコビッチに6から7、1から6で敗退する。全仏オープンでもシングルス3回戦に進み、女子ダブルスでフランチェスカ・スキアボーネと組んで決勝に勝ち進む。デラクアとスキアボーネは、3回戦で、第3シードのレネ・スタブス&クベタ・ペシケ組、準々決勝で、第6シードのビクトリア・アザレンカ&シャハーピア組、準決勝で、全豪女子ダブルス優勝者のアリョーナ・ボンダレンコ&カテリナ・ボンダレンコ組を連覇した。デラクアは、女子ツアーで、初の決勝進出を、グランドスラム大会の女子ダブルスで決めたのである。決勝戦では、スペインペアのビル・ヒニアル・アノ・パスクアル&アナベル・メディナ・ガリゲス組に6から2、5から7、4から6の逆転で敗れ、デラクアとスキアボーネは4大大会優勝のチャンスを逃した。全仏オープン終了後、デラクアはナタリー・ドシーとペアを組み、ウィンブルドンでも女子ダブルス準決勝に進出した。ウィンブルドンでは、デラクアとドシーは、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に3から6、3から6のストレートで完敗した。同大会のシングルスでも、ニコル・バイディソバとの3回戦まで進出する。この後北京五輪のオーストラリア代表選手に選ばれ、オリンピックにも初出場を果たす。オリンピックでは、シングルスは2回戦で、ベラルーシ代表のビクトリア・アザレンカに敗れ、アリシア・モリクと組んだダブルスでは1回戦で、イタリア代表のスキアボーネ&フラビア・ペンネッタ組に当たってしまった。五輪後の全米オープンでは振るわず、シングルスダブルスとも1回戦敗退に終わる。それから、東レパンパシフィックオープンテニストーナメントで2年連続の来日をし、全仏オープン以来となったスキアボーネとのダブルスでは、準決勝まで進んだが、シングルスの予選2回戦で、当年度から12年ぶりに現役復帰した。クルムダテキミコに6から3、3から6、3から6で敗れてしまう。シーズン後半は、両肩の故障に悩み、東レを最後に、彼女の当年度のツアー出場が終わった。2009年1月、メディバンク国際の女子ダブルスで、ドシーと組んで、準優勝。全豪オープンの女子ダブルスでは、スキアボーネとペアを組み、この準決勝でも、ウィリアムズ姉妹組に0から6、2から6で完敗した。2011年全仏オープン混合ダブルスでは、スコット・リップスキーと組んで、ノーシードから決勝に進出。第1シードで、前年優勝のネナド・ジモニッチ&カタリナ・スレボトニク組に7、6、4、6、17で勝利して初優勝を果たした。2012年7月のロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。サマンサ・ストーサーと組んだダブルスに出場したが1回戦で、スペインのヌリア・デアゴステラ・ビベス&マリア・ホセ・マルティネス・サンチェス組に1から6、1から6で敗れた。2013年全豪オープンでは、アシュリー・バーティと組主催者推薦での出場から、決勝に進出。決勝では、第1シードのサラ・エラニ&ロベルタ・ヴィンチ組に2-6、6-3、2-6で敗れ準優勝となった。2月の PTT パタヤオープンでは、クルムダテキミコと組決勝に進出し、アクグル・アマンムラドワ&アレクサンドラ・パノワ組を 6-3、6-2で破り、ツアー初優勝を果たした。ウィンブルドンと全米オープンでも決勝で敗れ4大大会4度目の準優勝となった。全米オープン後のインタビューで自身が同性愛者であることと8月にはパートナーとの間に男の子が誕生したことを公表した。2014年全豪オープンでは1回戦でベラ・ズボナレは2回戦で第18シードのキルステン・フリプケンス、3回戦でテイ・キヨシを破り6年ぶりの4回戦進出を果たした。4回戦では第30シードのウージニー・ブシャールに7-6、2-6、0-6で敗退した。全米オープンでも4回戦に進出した。2014年9月29日付のランキングで自己最高の29位となり、トップ30入りを果たしている。シングルスの出場は2016年3月が最後になり、ダブルスに絞って出場した。2017年全仏オープンでアシュリー・バーティと組んで決勝に進出した。決勝では、ベサニー・マテックサンズ&ルーシー・サファロバ組に2-6、1-6で敗れ4大大会7度目の準優勝となった。デラクアは2018年に現役を引退した。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4。QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。